る本営さん。ちょっと眉毛がないですね。ていうか、まあ、メイクちょっとしてないのであれなんですけど、メイクしてないですけど、ちょっと、いや、来ました。皆さんおはようございます。今日はちょっと朝配信ができなかったので、朝配信できなくて、あのもう爆睡してて、はい、ちょっと日本語がね、ちょっともうおぼつかないんですけれども、はい、夜来ました。おはようございます。皆さん待っててくれたかに。ちょっとね、本当にあのちょっとあのあれだ、あれなんで、ちょっとすっぴんなんで勘弁してください。あ、ちょっと眉毛描く、いやもうそんな時間もないな、そんな時間もないのでのんびりね。どうした急に、玉吉夢に出てきただって。どうした、あ、いや、あ、出てないですね。前髪がさ、だんだん伸びてきた、ほら、辺まで、あ、だいぶ、結構でも伸びたね、やっぱ。前髪伸びたね、わー、何のお祝い、何日でしょう、何日お祝いでしょう、何日かのお祝いです。そうですね、お前になる時があのもう少しですよ皆さん。いや、これぐらいまでは一応伸ばすので、一応ね、だからは伸ばして、一気にパッツンと行く時も、行く時があるかもしれないし、ないかもしれないし、よくわからないよっていうね、はい、まあどうなるでしょうかね。ふふふふとか言って、伸ばして飲みたい、かわいい、好き、ありがとう。嬉しい、あーもういっぱい、あのギフト投げてくれてる方ありがとう。ご飯食べましたか？お、何ご飯のことかな？何ご飯も食べてるよ。いっぱい食べてるよ。ポンタ、ハート、ありがとうございます。あの、すごい、風船。ありがとうございます。明日の、もうね、本当に疲れすぎて、足がバカ痛いですけど。でも、もう結構ね、さっきまで布団でのんびり、あの、ゴロンとしてたんですけど、なんかいい感じにあの、まあ、治ってきたというか、うん、なってきたのでよかったです。お、さあさん、風船ありがとう。もさんハート、キリリさんもハート、ありがとう。ちりちゃんもハート。でね、こっちの目のね、開きが悪いんですよ。ちゃんと開かないんですよ。
だ、100回おめでとう記念だ今日。ありがとうございます。キリさん誰もありがとうございます。なんか入った、しかもコメントラグある。え、あるのかな、もしかして。あっちゃったりして、あ、ラグあるみたいだねこれね。ごめんね、ちあい今日は何食べたの。今日はですね、あ、焼きうどん食べました今日は。はい、まあ、コンビニなんですけど、まあ、朝からね、朝から夜まで今日はずっと一日中レッスンだったので、あの、まあ、はい、あのコンビニのご飯しか食べれなかったんですけど、でも朝は、パンを食べたのと、で、お昼ご飯に、うどん、焼きうどんをローソンじゃないわ、セブンのセブンさんの、焼きうどんを初めて食べました。やっぱそういう、結構そういう系のやつ、あ、それはどういう、あの、あれかな、どういうギフトかな、ありがとう、あげてくれた青いポーションみたいなやつで、なんだっけ、え、何の話でしたっけ、うん、あれ、そうで、初めてそうあの焼きうどんを食べたんですけど、すごい美味しくて、お肉も結構なんか、うん、まあ、ジューシーかな、ちょっとなんかいい感じで豚バラで、なんかすごい美味しかったんですよ。味が濃くて、やっぱ味濃いもの大好き丸なんで、いや、すごい本当に美味しくていっぱい食べれました。はい炭水化物ですね、今日はもう炭水化物祭りをねしました。で、あの、ゆみっこがパピコを分けてくれました。シェアハピーパッキーってねそう、ちょっと分けてくれて食べました。焼きそばとは、いや、違うよね、うん、そばじゃない、うどんだよ、うどん。やっぱうどんは、あの、もちもちしててすごい美味しいです、好きです。いや、ほんまにそれ、炭水化物が一番欲しい。明日はちょっとなんか食べに行こうかなみたいなペットからキュンです。え、何落としたの、キュンです。君がくれたキュンです、でも君にあげられなくてしょんです。おはようって笑顔で、なんだっけな、うん、だよ、導いて、こんな小さなメロディーが直接あなたで、こちらこそ、みっちゃんありがとうございました。貫いてく世界が見たいの、毎朝来て探してる、あなたのいない未来は想像したくない、嫌なのでももういない、世界がわかんない私以外、まくいてるみたい、それは、あ、残念、少女見かけと違うのよ、心の中住み着くルシフェル、試しているの笑顔の
そんな下で赤いベルを出す止まらない二重人格。宮城でずんだも抹茶スパペチーノ、うわうわずる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 、あ、いっぱいルンルンって、ありがとうみんな。リュウとそばかすの姫面白かった、面白かったです。私はすごい好きでした。もうめちゃめちゃ楽しかったです、なんか見てて。いや、楽しかった、楽しかったか分からんけど、いやでも私は好きでした。あのすごい良くて、もう一回行こうと思ってます。はい一人ででもいいのでちょっと行こうかなと思ってます。私でもね、一回だけ一人でね映画見に行ったことあるんだよ。何の映画見に行ったか全然覚えてないけど、一人でも案外行けるもんだなって思ったけど、思っちゃったけど、あのミスドが食べたい今今というか、ミスナカ食べたいです。兵庫のバリチョコ、やんな、嬉しい。バリチョコめっちゃ美味しいよね。いや、ナッツの滞在めちゃくちゃ見たいんだけど、ナッツの滞在はまだ全部見てないから、そこだけまだダメだと思ってる。レベル1、レベル1の神様でも恋はできるよね。燃える乙女の純情を叶わぬ夢の中で、私だけに聞こえるマッチマーク、初心者マークつけたままで。あ、はい、では皆さん、たの、あ、間違えた元気な声でいきますよ。はい、こんにちは。はい、はい、ありがとうございます。元気な声を聞かせてくれてありがとうございます。え、ちょっとあんまり覚えてない。アミティツアーへようこそ。本日のツアーを担当させていただきます、門脇と申します。本日は最初の最後までよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんご存知でしょうか、1975年ここアミティに強大なサメが人々を襲うという事件が起きました。え、起きましただったっけ、あれその話をもとに、あのスピルバーグ監督が「ジョーズ」という作品を作り、ここアミティは一躍有名となりました。今でもね、こうしてライフルを積んでおるんですけどこんな言い方しないでまあこれはね、使うこと、ちょっと待ってくださいね。あ、どうした？遭難信号？アミティ3？アミティ3？積んでおるんですけど。まあ私たちはね、あのツアーを続けていきましょう。まあきっと大丈夫でしょう。あちらに見えるんだがですね、え、こっちなんかある、アミティスリーこれね、これこんな感じです。あのジョーズ、ユニバのジョーズのキャストさんのあのやつです、モノマネというか。ライフルを使うな、まあいいよ任せて。ユニバ、夏はユニバで、あー、ウォーターワールドいいよね。やっぱね、あの水かけがやっぱいいんだけどね、今はね水かけがないのでな、あのあれですけど、本当にあの緊迫感、え、なんて言っけ、すごいいいよね、なんかかっこいいよね、めっちゃ。多
頭と上手、頭とね上手いっぱい乗りましたよ。モトゴールドあるよまだ。あでもたあの1回ぐらいしか乗らなかったわ。あのねスペースファンタジースペファンをめっちゃ乗りました。タムと行った時は、あヒナと行った時はめちゃめちゃ上手に乗ったんですけど、でもそうスペファンをめっちゃ9回ぐらい乗ったんで。あまりあの人がいなかったので、そう15分とかだったからすごい乗りやすくていっぱい乗ったです。アンニョンアンニョンアンニョン、ラッキーでしたね。ダイナソーもね乗りました。もう全然ね余裕ですよダイナソー。あマリカも乗ったよ。マリカも全然ねあのやっぱ30分とかぐらいなので待っても、しかも室内なので待ち列がめちゃめちゃ嬉しい。クッパ城、ヤシちゃんだるまありがとうございます。一番怖かったの？え？もうね怖いもんないんですよ。ユニバで怖いのなくて私今のところ、うん乗り物は全部もう乗れるんで。うんまあでもハリドリが一番やっぱり怖いなっていうのはあると思います。ハリドリがやっぱりうんちゃんとなんかジェットコースターっていうジェットコースターなので怖いんじゃないかなと思います。大人になりました。なんかいや私本当に乗り物乗れなかったんですけど、気づいたらもうたくさん乗れるようになっちゃって。でもハリドリはたくさん並ぶからちょっと並ばないです。いつも1回しか行かないです。お、Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear mama ひまわりいちごさん、 Happy birthday to you、 たたたたん誕生日おめでとう。今日は何歳になったんですかね。めでたいやつありがとう風船ありがとうございます。今日何時？今日は寝るよすぐ寝るよ、もう終わったらすぐ寝るよ。キジさんあの花束ありがとうございます。前髪焼け流しやばい好きだって、嬉しい、ありがとう嬉しいです。やっぱねあの賛否両論というか、やっぱね好きじゃない、この私の前髪を伸ばすのが好きじゃない人ってたくさんいると思うし、逆にこう好きになってくれる人もまあいるかもしれないんですけど、これ難しいですよね。もしかしたらやっぱ前髪ある方が好きだよっていう人の方が多いと思うけど、でもちょっと今は伸ばします。一回伸ばしてみてもいいかなってミミさん今日はピアス、ああそう最近ピアスしてないですね。閉じてないかな、大丈夫かな。嬉しい、みんなありがとうね本当に。ラブ修行次はいつね、本当だね、いつ話せるかしらね。いや皆さん本当にねなんか
何の髪型してほしい？次、おまゆ？もう一回おまゆ通るか。オリンピック、あ、オリンピック見れてないですって。私、そう、オリンピックで一番好きなのはフィギュアスケートです。ないけどね今は。冬の、ほい、セミロングくらいで巻き巻き。セミロングって取る、こんぐらいか。でも結構伸びたくない？髪まだまだだな。まだまだだね。ショートとか本当に想像できなくてしんどい。あー、こんな感じね。ショートにするなんて、まだまだ先の話だ。寝てる。浴衣いいね。浴衣着たいね。浴衣ハート、ありがとうございます。ここにねファンがあるんですよ。買った。ああ。ちょっとまたユニバとか行くかわかんないけど、なんかそういうね、暑いじゃんやっぱ。買いました。はい、では。ちょっとね、今日配信はね、早いんですけど、この辺で終わろうかなと思います。配信見てくれてありがとう。夜はごめんなさい、間違えた、朝だ、朝、本当にごめんなさい。もうね、本当に起きれなくてびっくりしたんですよ。自分こんなに起きれないのかと思って、本当に本当に悲しかったですね。おはようございます、ちゃんと起きましたので。もう今は起きてるので、あ、でももうちゃんと、もう今日は配信終わったらすぐ寝るんで、はい、しっかりしっかりと寝させていただきたいと思います。お、スピンなんで。はい、今日はね、今日もまあ一日やっぱりいろいろレッスン一日中やってて、こう体力のね疲れとかもあると思うので、しっかり休んで、皆さんもねきっとお仕事とかもいろいろあって大変だったと思うので、その疲れを今日一日でこう取れるわけではないですけれども、ね、明日のお仕事にね支障が出ないレベルに回復できるように、ちゃんとゆっくりとお湯に浸かってのんびりしてください。ちゃんと寝てください。睡眠は本当に大事なので、睡眠ないと本当にね、元気だって思ってても倒れてしまう時だってあるかもしれないので気をつけてください。では皆さん、ありがとうございました。13位が、待って、とあれ刀剣太郎くん、刀剣乱、強く強く、刀剣乱、
トケン、タロくん。で、12位が、ヤスちゃん。11位、ロコポコさん。10位、ルフさん。ジュフさん。9位、ウサさん。8位、ヒラッピさん。7位、フナノアさん。6位、ポンタ。5位が、いいや、いいんだよ。もう慣れてる、慣れてる。4位が、ペパーミン。8位が、マコトくん、ありがとうございます。そして第2位が、キジジくん、ありがとう。そして、今日の第1位が、モーさんでございます。今日もありがとうございました。またいつでも配信見に来てください。今日は珍しく夜の配信プラス、夜の配信は別に珍しいわけじゃないけど、珍しくすっぴんでの夜の配信だったのでちょっと恥ずかしかったんですけども、ね、ちょっと最後まで見てくださった方ありがとうございました。またいつでも配信見に来てください。待ってます。では。ありがとうございました。おやすみなさい。またね。バイバイ。また明日。